チグミヤチグミヤ Here we go! We go! ねえ、スリッパ邪魔。でも本日はもう大体察してる方はいると思うんですけど、毎日メイクねこのね、メイク動画撮ると私毎回すっごくすごい今日青空やば。しかもなんかアニメぐらいいいぐらいに雲があるちょうど。はい、というわけで本日は久しぶりに毎日メイクでーす。メイク動画毎日メイクは久々かな、知らんけど。はーい、やっていくよー。これは撮影2回目でーす。本当は1回目撮ろうと思って撮ってたんですけど、全然喋れなくてボツにしちゃったっていう裏話がありまして、はい、まずカラコンから、濃い青っていうなんか青春みたいなカラコンのこの緑っぽい色です。いつも使っとる、あれ、あの子。バンビシリーズのピュアオリーブが、切れちゃって、買いに行く時間がなくて、とりあえず家にあった緑っぽいやつのカラコンにしてます。これは緑やけど、いつものバンビシリーズよりは着色直径がちょっとちっちゃめ、気持ちぐらい。あとは別に大丈夫です。はい、カラコンが入りましたらもうどんどんやっていきたいと思います。まずこちらアネッサのブライトニング UV ジェル N の日焼け止めですね。これはちょっとラベンダー、あ、出しすぎた絶対。ラベンダーっぽいカラーの日焼け止めで、一回私はこうやって手になじませて広げてからこうやって塗っていきます。ブス？たまにさ、鏡見とってさ、改めて、あ、ブサイクってこういうことやっていう風に実感してた。今、ブスで思い出した。聞いてほしいことがあります。なんか、動画で話したかはちょっと覚えてないんですけれども、これ昨日洗い忘れたスポンジ。今日は特別ってことでこのままいっちゃいます。話したかったことがあるんやけど、なんかその前の前じゃなくて、なんか動画で言ったことある、何の話？ごめんね。軽井沢に旅行に行ったって話ってしたっけ、みんなに。まあ、したかしてないか忘れたんやけど、一面のみんなで行ったの。ジンジンとピーマンとエナピで。で、いつもは福音のモールやんけど、福音のその時体調不良で行けへんかったんやけど、軽井沢に旅行に行って、で、急遽、本当に、もともと旅行は決まっとって、でも場所だけ決まってなくて、本当出発の2時間前とかに決まったの。行き場所もホテルも。あ、イブサローランのラディアンスタッチブラープライマーの一番お使いだと思います。で、1時間前に決まって、ニュース2時間ぐらい前に決まって、本当に弾丸旅行みたいな感じで行ったのね。で、ホテルも、その前々から取っとったってわけじゃなくて、本当に急遽空いとるところを探してみたいな感じで、なんかコテージみたいな、本当に大きいなんか庭みたいなところに、ちっちゃいコテージが何個もあるみたいな、そういうところに泊まったの。で、今着いたのが、もう6時とかそれぐらいで、夕方のね。で、そっから夜ご飯だけ食べて、コテージ行こっかって話をしとったのね。続いて、もうなんか喋りたいこともあるし、紹介したいのもあるし、ちょっとごちゃごちゃなんですけれども、次こちら、ビームビューティーかなの、キープコンフィデンスプライマーの化粧下地。これ、マリリンさんのブランド、ありがとうございます。いただきました。マリリンさんがやってるブランドの化粧下地。で、私はこれを、小鼻とか、よれてほしくないところに塗ると、これ本当によれないの。マスクして、うちいつもどうしても、マスクでやっぱり皮脂とかでちょっとよれたりはすんの。でも、これすると本当によれない。あとは、たまに私は、目から涙が本当に死ぬほど出る時があるので、こうやって目の周りとかも塗っちゃいます。で、スポンジで。干したら、コンフィーラーは、メイビリン縛りメイクの時に使った、インスタントコンシーラーの130番と142番。暗い方を赤みとか、まあ、あんまり大きい声で言えないんですけど、おひげとか、そういうところに塗っていきます。これちょっとね、私の理想とはちょっと暗すぎるんやけど、コンシーラーは、で、ごめんね、全然軽井沢の話できないけど、ちょっと説明したいことがいっぱいあるで。コンシーラーって、私的には2色使いがいいと思ってて、これ私的にね。で、1個は自分の肌よりちょっと暗めのコンシーラー。で、もう1個は明るめの、だから全部自分の肌の1個明るいのと暗いのを合わせて使って、そうすることで、まず暗いの塗るやん。で、そ
したらあのコンシーラーって明るいのよりも暗いのの方がカバーされるんです。でこういう小鼻とか目の下とか唇の周りとかは白でやって、こういうスポンジでなじませます。じゃあほんでその軽井沢に行ってそのご飯食べてコテージ戻って、もう本当に別にやることはないの正直。なんかうちらもそのなんか目的で行ったんじゃなくて、なんかもう自然を楽しもうぜみたいな、なんかボタニカルしようぜみたいな感じで行ったから、でその割と早くコテージにも着いて、みんなでダラダラしててもう何するみたいな。でもまあしかも軽井沢って本当にコンビニとかもなんか24時間とかじゃなくて夜中の11時とかには閉まるのね。でじゃあもう部屋でみんなでダラダラしようって言っとって、部屋でダラダラしとったんやけど、そのテレビも別にいいのやっとるわけでもなく、みんなでじゃあ久々に斎藤さんをやろうってなって、もう企画の意思とか やんないじゃん斎藤さんなんて。斎藤さんなんて言ったらダメ。でもまあ斎藤さんをやろうっていう流れになって、えいね楽しそうみんなでやろうみたいな話をしてたので、一回またメイクの話に戻ると、この暗いのをやってカバーをして、明るいところでもまあ小鼻の周りとか普通にやったらワントーンね顔の色が暗くなるの。でもこのままだったらやっぱりさ、今はなんか美白美肌のさ時期やん、てか流行やん。だからこちらヒンスのセカンドスキンファンデーションの22のベージュだから、自分の肌の色より1個暗いコンシーラーと1個明るいコンシーラーを使ってなじませてから、自分の肌に合うファンデーションで、これはもう正直私は使い方としては肌色、肌漏れをするためだけのファンデーションというイメージ。以上私のファンデーション講座でした。これ集団恐怖症の人無理だよ。わかんの美穂。このアンドミーのスポンジでこうやってポン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 叩くように、そう、ほんでなんか斎藤さんをしようみたいな話になって、斎藤さんをしてたのよ。でそしたらなんか普通に喋ってて、ある男の人とね、でなんかその悪ノリみたいな感じで、YouTuber 知ってますかみたいな話をしてたので、トーバちゃんって知ってますかみたいな話をみんなでしてとか、それぞれパパラのジンジン知ってますかとか、 PK のピーマン知ってますかとか、ムクエナのエナピ知ってますかとか、そういう話をしてたので、もう一回肌に戻るね。で、こうやってやったらね、ほら、わかる？ちょうどいい。ちょっとごめん、本当にもう直接見に来てほしいんやけど、一回。カメラ越しに見るとちょっと白いんやけど、普通に自然光とか鏡に見るとちょうどいいの。肌も綺麗になりつつ、自分が一番肌漏れする肌色になるし、っていう感じで最近はファンデーションを作っております。で、さっきワンプッシュしたんやけど、ほんの9分の1プッシュぐらいして、こうやって撮って、ここの目の下、この方だけ、ここは本当に美肌ゾーンって言われるぐらい、ここが綺麗だったら、もう全体的に肌が綺麗に見えるから、目の錯覚で、ここはちょっともうちょっと重ねます。でこれをもうみんなの想像の3倍ぐらいは叩くことによって馴染むし、つけすぎたファンデーションもこのスポンジが吸ってくれるから、とにかく叩く。うん、こんな感じで肌完成っていうのは嘘で、そっからパウダーがエレガンスのラプードルラオールラフラフラパパーっていう、うちがいつも使ってるパウダーで、で今まではもう全体的にバーってのせてたんやけど、最近はどういう状況？こうやってもうおでこと目のところと鼻は今まで通りやるんやけど、結構パウダーしっかりめに、もうあとはこの頬とかはやらずに、こうやってマスクつくフェイスラインのところだけパウダーして、この辺はもうこうやってほぼついてないような、残ってないような筆でこうやってサッとやるだけ。なんかパウダーをがっつりやりすぎるよりも、パウダーって正直よれやすくなるのね、マスクとあんまり相性が良くないからっていうのは嘘やけど、ファンデーションと合わなかったりするとよれやすくなるから、あんまりつけすぎないよ。で、眉毛はサナエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD01 番。そう、ごめんね、全然ちょっと話が全然できへんのやけど、ほんで、その斎藤さんにとってある男の子と繋がって、なんか喋ってて、バルノリみたいな感じで YouTuber してますかみたいな感じでやってて、でなんかそのノリでなんかトーマちゃんって可愛いと思いますみたいな、そういうなんかノリあるやんか。ノリあるやんかってうちらの会話だけなんやけど、でなんかジンジンとトーマちゃんやったらどっちなら付き合いますかみたいな、変なそういう悪ノリがあるわけよ。そしたらこれを3人ぐらいに聞いたのね、みんなジンジンっていうの、さんって話やんか。どう考えてもって言ったらちょっと失礼じゃないけど、普通に考えて、待ってって話やん。でなんかなんでトーワちゃんダメなんですかみたいな感じで、普通にトーワっていうこと言わずにみんなで聞いとったら、なんか普通にメイク姿は可愛いと思うけど、すっぴんきつくないってみんな言うの。
そうですよね、よく分かってらっしゃいますっていう気持ちなんですけれども、やめてね、これでなんかさ、私は絶対とおばちゃん派とかさ、絶対やめてね、そういうの。本当にうちらのノリだけでやったやつやで、全然何でもいいんやけど、私が言いたかったのは、世間一般的に見てもやっぱり私のすっぴんってきっついんだなっていうことを体で実感しましたっていう話をしたかっただけやで、やめてね、全然なんか最近私眉毛細いブームなんだよね。なんかもうなんかうちらの界隈がそういうのが多いのよ、どっちがモテるかみたいなそういうのを勝負する癖があって、で大体比較されるのが私とジンジンなわけよ。でそのノリでやったら私が完敗したっていう話で、その範囲がすっぴんっていう悲しい現実の話。もううちってね、大体そういうのね負けるのよ毎回。やっぱり私って本当に化け物なんだと思う。自分が思ってるより本当に化け物なんだってことを再確認するの、そういう時に。本当に化け物の子やでっていう感じで、これやよ。それはどう考えてて化け物やないかい。続いて、マイマスカラはいつものケイトのやつで、もう最近はこれでもティッシュにオフして、ほんとついてるかついてないか分かんない状態でさっ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 てやってくる。眉毛こんな感じ。なんかこっちのさ、太さとこっちの太さがいつも違うんだよね。まあ絵かどうせ見えないっていうことに行き着くんですけれども、やってる時は気になるんだよね。わかんの、かんの、かんの美穂。そしたら続いてセザンヌのミックスカラーチークの20番でノーズシャドウやっていきまーす。ノーズシャドウのやり方は特に変わりません。でも本当に底見えすぎて、本当にそろそろお前買い替えろっていう話なんですけれども、マジうちってこのくしゃみいつもさするんやけどさ、くしゃみよりも余韻の方が声でかい。てか私って本当に声でかくて、もうリアルにプライベートでも本当に一緒におる子に、え、ねえねえ声でかいよって言われるの、いつも。でも自分気づかないの、声でかいっていうこと。本当に化け物。てかみんなさ、なんか今日めっちゃ喋りたいことあるんやけど、 XG って知ってる？うちもね、ここ 1,2 週間ぐらいでハマっとるんやけど、 XG がなんか ABEX のグループで、そのうち最初の曲からまあ、知ってはいたのよ、存在は。で、わすごいなと思いながらも、まあそんなドハマりするってわけでもなく、でもその2曲目のマスカラっていう曲があるんだけど、それがね、韓国のいろんな音楽番組にめっちゃバンバン今出てんので、本当に曲もいいし、ハービーちゃんかな、可愛すぎて、ハービーっていう子がもう本当にもうドタイプで可愛くて、ちょっとハーフっぽい、ハーフって書いてあった気がするっぽい顔出しの子なんだけど、うわ久々にこういう子出てきたと思って、もうルックス最強、顔最強、スタイル最強で、もう声も特徴的でマジで可愛いの。ハママラガラガラーイズチャラチャラガラガララーチャラチャラガラガラダー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 。これ一個も全部多分英語の曲なんだけど、一個もわかんないんだけど、本当に可愛いの。なんか私って K-POP を押すときに、もう本当に普通にビジュアルが好き、ただの好きっていう押し方の子と、なりたいっていう押し方の子、私いつも2パターンに分かれるわけ。だからといってなれるかって言ったら全然なれないんですけれども、うちあんまりそのなりたいっていう側の推しにあんまり出会ったことがなかったの。あ、この子みたいになりたいみたいな。でも久々にこのハービーちゃんを見た時にビビッときて、私この子みたいになりたいと思って、最近はハービーちゃんって結構そのショーの時とかって結構人よりも強めにラメを入れるのね、まぶたに。だから最近はパクってます。でも最強のハーフ顔にはなれるわけがないんですけれども、どう考えても。でも本当にドタイプなの、あの感じが。ベベボンバラバラババラバラバンバンダンダダ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 ダジュリンちゃんみたいな、ジュリンちゃんみたいなっていう子がいて、顔は本当にもう女優顔なの、めっちゃ。どちらかというとめっちゃ女優顔なんだけど、本当にこの子も可愛くて、この子も結構なりたい系の推し。はい、こんな感じでノーズシャドウできました。喋ってたらベンブレベンベンベンバスカレー、 Yes ダンパーリーバンパンピナポンプパンピナ。てか私本当はね、ちょっと今日時間がないので、シェーディングもしっかり入れさせてもらって、なんか私ってこうやって毎回時間ない時に限ってメイク動画を撮る癖がありまして、パパッパ、うんうん、パパッパ、うんうん、かわいいよね、ナヨンのポップ最高に可愛かったんだけど、私意外にTWICE は可愛い系の曲の方が好きなの。だから私 TWICE で一番好きな曲がアルコールフリーなんだけど、みんなに結構意外って言われるんやけど、どう見てもさ、なんか強い曲が好きそうやん。強い曲が好きなんだけど、 TWICE に限っては私可愛い曲が好きなんだよね。これはもうなぜか分かんないけど、やっぱり結構最近はさ、ガールクラッシュみたいな曲が流行ってるじゃん。その中でもやっぱりあれぐらいポップのザ・トワイスみたいな曲が出てきて嬉しい。でもこの脳トレのさ、やつもさ、私ちょっと考えないとできないんだよね。とっさに、あ、できるかも。できたかも。あ、最悪。
今日なんか忘れとると思ったら、いつもやっとった仕込んどるハイライト忘れた。この品質の最悪、これ結構大事なのね。まあいいや、切り替えてこう。続いて&B のルミナイジングパウダーのハイライトです。で、今まではこういう太いブラシで頬のところとかハイライトのせとったんやけど、最近はこういう細いブラシでやるようにしてます。っていうのも、太いやつでハイライトやっちゃったら顔がちょっとでかく見えるんだよね。ここのこのハイライトの幅を広くすることによって顔がでかく見える気がして、最近はもう細いのでやってます。もう最悪、私結構こういうさ、工程を間違えるとさ引きするタイプなんだけど、うちのメイクってさ、もう1工程でもかけたらもうダメなの。こんな感じでツヤツヤになったら、くっついてる、怖い。磁石なんだ、怖い。ヒンスのニューリップスアイシャドウパレットの06チャンスオンの、この色をアイホール全体と涙袋にも塗っていきます。マッチ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 。アイシャドウは最近は横幅も広めに塗ってます。この眉毛のアーチとこのアーチを一緒にするイメージ。やっぱりメイクすると熱い。今背中めっちゃ汗かいてるもん。なんでなんでなんでやねんねんって話なんですけど、メイクって本当に熱くなる。メイクプラス喋ってるからね、うちの場合。この横幅の基準としては、この目のくぼみにブラシの付け根を置いて、こうやってこっからこう、わかる？こっからこう、あのコンパスみたいなイメージ。そうすると左右均等にできます。やっぱり私は欲張りだから、この縦目効果も欲しいし、横目効果も欲しいので、欲張りにいきたいと思います。で、あとはこうやってみて色の濃さを調節するだけで、しかもここを付け根に置いて目のくぼみをこうやってやったら、やっぱり目尻が濃くなるから、ちょうどいい感じに単色だけどグラデーションっぽくなるから、おぬぬめです。あ、ね、本当にホッとイライラする。こうやってグッてやった時に出る涙袋の下にも入れて、ここで涙袋の線の影を作っておく。より深みを出して、涙袋のダブルラインを自然にするために、こんな感じで。そしたら、もう私の大好きなレナチのシピシピのシークレット極みライナーのライトブラウン、涙袋の影を、こっちの目の方が私張りがあるの、だから涙袋のライン描きやすいんだけど、こっちのね、目頭の方だけちょっとね、張りが私弱くて、肌の張りが、あの涙袋のライン描きづらいんだよ。で、これができたら、あ、忘れてました、ここの茶色で目頭に暗い色乗せて目に深み出します。そしたら、このクリオのプロアイパレット02番のもう本当に底見えもいいとこなんやけど、ここの色をこういう平らなブラシ、あのアイブロウの三角のブラシとかでもいいんやけど、硬めの平らなブラシにとって涙袋の影の上にのせて、より奥行き出してぷっくり見えるようにします。はい、こんな感じで涙袋の影ができたら、ここにラメ、全部韓国で読めないんだけど、このここのブランドの3番を目頭にまずつけます。そしたらこのままでこの目尻にもこうやって筆を寝かせてつけます。そしたら先端にだけつけて、真ん中にちょろっとだけつける。肩これめっちゃ痛いんですけど、この3箇所やって、目頭だけこうやってちょっとぼかしてラメを散らす。この気持ち、この3点がつながるかつながらないかぐらいでやめると、すごい綺麗なキラキラになります。そしたらマスカラディンダンパンルパンパン、エレガンスのカールクラッシュフィクサー。まつげ下地の段階でまつげの形が決まるから、結構ね慎重にやってます。私のモットーは左右対称に。私もともと目が、てかあんまり顔が左右対称の人って少ないんだけど、私もね、目がこっちの方がちっちゃくて下に下がってんの、目が。だからこっちのバッバッ、すみません、こっちの方が目が下だから、こっちの顔が私漏れるんだけど、ここの方が中顔面が短くなるから、左右対称にマスカラを塗るってことをモットーに頑張ってます。で、この位置でいいかなと思ったらもう固める、ここで。で、その間に唇をやっぱりブルンブルンにしないといけないので、このディオールのリップアディクトリップマキシマイザーのこの白のやつで、今日もグラマラスで素敵な唇でよろしくねっていう願いを込めて、今日七夕なの、そういえば撮影日よかったね、晴れて会えるんじゃない、彦星通り姫。めっちゃ呼び捨てなの最悪。でも素敵だよね、私そういうなんかさ、童話なのか知らんけど、そういう話好きなんだよね。で、乾かしてる間はチルタイム。七夕の話したら、ちょうどさ、ストーリーのメンションでさ、とは似合いますようにって、ほらかわいい、なんかこのボタン押しちゃおうっと、ほらこの子もトマちゃんに会えますようにって、嬉しいよね。てかうちの最近の投稿のさ、このディズニーのやつさ、めっちゃ腕太、腕細く見えへん、これノン加工です。
でもなんかさ、なんでか知らないけどここだけちょっとボコってなっとってさ、ここの部分だけ加工したように見えるからちょっと不愉快だ。ベベレバリバンバンバレバンバラバラバラパ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 レパパオ。はい、で大体乾いたなと思ったらマスカラ、このデジャビューのラッシュアップマスカラ EX、 やった、勝手に X つけてちょっとかっこよくしちゃった、ごめんね。でもう本当に色をのせるって感じ。形はさっきこの下地の段階で作ったから、で気持ち目尻側が濃くなるようにちょっと中華っぽく、こんな感じ。あ、間違えた、アイメイクさ、アップしてやればよかったね、ごめんね。ごめんね、素直じゃなくて。なんか私って本当に友達とかにも言われるんやけど、あんたって本当にリズムと共に生きてるねって言われて、それぐらい私本当に音楽が大好きなのね。本当にこの撮影してるから今何も聞こえてないやろうけど、本当に私家でずっと YouTube で音楽流してるし、朝起きてまずテレビつけて音楽を流すの。本当に音楽が大好きだ私って。お風呂でもスピーカー持ってって聞いてるし、逆に音楽聞いてない時っていつだろうって感じ。本当にこの撮影中ぐらいかも、一日の中で。友達といる時と撮影中ぐらい、あと寝てる時。こんな感じでできたら下まつげも、下まつげはもうとにかく涙袋につかないように、涙袋についた時に一気にメイクが変わっちゃうからね。黒くなって取ってもやっぱりちょっとグレーっぽくなっちゃうやん、全神経を。あっ、ちょっと触れた。まあまあギリ許容範囲。めちゃめちゃつくやないかい、全然神経。あ、最悪。もうこういう時は綿棒にさっきのアイシャドウをつけて上からごまかす。こんな感じ。ね、鼻水出てきてごめんね。失礼しました。でもこの時点で目の大きさが全然違うでしょ、右と左。うん。そしたらこっちも。あ、めっちゃついた、最悪。全然神経のしの字もなかったわ。でも最悪、目尻につくのはもう最悪、そういうメイクって見せれるから、ちょっと強めの。一番最悪なのはもう目頭についた時はもうどうしようもできないよね。あ、めっちゃ言ってる間についちゃった。もう本当に。あ、このターン。あ、ね、めっちゃつくんだけど今日イライラする。あ、最悪。この マスカラしてる最中のくしゃみが一番ダメ。目こうやってうーってやっちゃうじゃん。メイク中にしてはいけない行動、ナンバー3には入る。マスカラ中のくしゃみ。はい、こんな感じでできたら、この子は置いといて、マスカラも2本使いでーす。ヘラの、ラッシュクイーンファタールブラウン3333みたいな01番の、このクロコダイルの。これは、ボリュームタイプなのね、どちらかというと。でもめっちゃ太いし、だから、目尻の毛先にだけつける、私は。ボリューム欲しいところだけ。最初からこれ塗ってもいいんだけど、別に。てか、その時期もあったんだけど、より繊細にやるには、これ日本使いが一番いいです。この毛先にやることによって、目尻にだけボリュームが出るってイメージ。やばい。本当にあとちょっと入れてないと。で、下まつげも。下まつげは全体的にこのボリュームのマスカラもやるけど、気持ち目尻メインで。あ、最悪、めっちゃ涙袋じゃなくて目頭についた。ギリセー。もう本当に私のメイクはもうバカみたいな工程が多いのよ。私のメイクってもうぴったり1時間かかるの。もう60分ぴったり。59分59秒じゃない。違う。60分00秒でやっと完成って感じ。まあこんなもんでしょう。そしたらチーク、リリミューのウェールグローチーク04アンバーローズで、大きい筆取って、最近はあんまり濃くないチークはこうやってちょっと微笑んで、この辺にこうやってこの程度で。なんかチークが濃いとね、目がちっちゃく見える気がするんだよね、知らんけど。ほら、もうこれで最強マスカラできてるの、わかる？まあ、最強マスカラ、バサバサ翼ちゃんっていう名前をつけてあげようかっていうぐらい、一本一本に命を宿らせるので、アイプチしてきまーす。はい、おまたー。で、二重ができましたらアイライン、はい、いつも通りこのカロミーのリキッドアイライナーのビアール、世界ラインも描いていきます。まあ仕方ないか、こういう日もあります。ちょっと今日めっちゃ世界ライン汚いけど、まあそういう日もあるってことで許してあげよう。そしたらラメはいつもランダムなんやけど、だいたいどっちかかな、いつもこのゆうかちゃんのリカフロッシュのアイビービーグリッター02番かシピシピの101マリーゴールド。今日はこっちにしよっかな。だいたいこういうリキッドのラメつけるときはここでラメ落として、このここでもう広げていくって感じ。私はハービーちゃんを意識したいので、ラメはちょっと広めにがっつりしていきます。あ、今やってたのはこのさっきこうやって塗ったけど、こうやって目開けた時に二重幅で隠れちゃう部分があるから、隠れない部分に大粒のラメをこうやってポンポンって乗せていくっていうイメージ。
感じで。そしたらちょっと修正します。この毎度言うやけど、この修正がね肝なのよ。で、日によってこの目頭にラメも入れたりするんだけど、今日はちょっとあんまりそういう強いイメージではないので。で、さっきのマキシマイザーを軽く取って、ロム&の23番、この粘膜リップも、リップ悩んだら私は大体これ、大体どのメイクにでも合うから、このリップが塗って、手で縁ぼかす。最近私はいつもこの山の部分だけオーバーしてたんだけど、横にもオーバーしてより口が大きくなるけど、この最近はちょっとボテッとしたリップにしたいから、横も大きめに。ただ下唇はあんまりオーバーしない、上だけで。口角ちょっと上げさせてもらって、修正もさせてもらって、こんな感じで。最近はうるうるにすることも多いかな。うるうるにするのはいろんな方法があるんですけど、もうね、クラランスのこの本当は黄色だったんだけど、いろいろ重ねすぎて、いつも大体これでやるんだけど、ちょっと今日違うやつでやってみようかなと思ったけど、なんかもう探し出すのめんどくさかったで、いつも通りこのクラランスでやります。ちょっと汚いけどごめんなさい。あんまりでもマスクするから、この真ん中だけ、真ん中と山の部分だけうるうるしとけば、全体的にうるうるして見えるから、基本的にそんな全部やらなくても、うん、こんな感じでメイク完成で、いかがでしょう。じゃあ髪の毛やってきます。はーい、というわけで髪の毛やってきました。今日はちょっと結ぶかなんかしようかなって思ってるので、ストレートでもいいけど、まあ、巻いてもいいけど、何しても可愛いんやけど、ただ本当に炎上するので絶対に言えないんですけれども、最近はちょっと触覚をこうやってお姫様みたいに巻くことにハマってます。なんか服によって巻いたり巻かんかったりあるんですけど、今日はまだ服が決まってないので、とりあえず結んどくか。はい、こんな感じです。本当にもうその時間がないので、もう行かなきゃいけないんですけれども、以上、木村大先生の久々の毎日メイクでした。ほな